平安鎌倉武将紀行頼朝七期土井実平、源の頼朝公を助けてですね活躍した頼朝七期、実際には頼朝公を入れてなんですけど、特に土井実平ですね、実平公と、七期頼朝公にゆかりのある歌い坂に来ています。歌をですね。で、坂になってるんですが、この坂を降りていくと浜の方に出られてですね、そこから阿波の国へ逃げたということですね。こちらに簡単に書いてありますので、1180年石橋山の合戦で敗れた頼朝の一行は箱根山中を、一回逃れたんですよね。で、いろいろ巡ってですね、最終的にこの真鶴の地域へ来て、ここから船で阿波へ脱出したと。その途中でですね、無事を祝い、再起を願って、土井実平が、ここで歌を披露したと。源平盛衰記にありますと伝わっているということですね。この付近に歌井坂という地名はそれに由来するようになると言われたと。ただの坂って言えば坂なんですが、そういった、まだですね、祝福をあげるほどのことではないですけど、とりあえず難を逃れて、これから再起を図ろうということで、前祝いじゃないですけどね、後鎌倉幕府を創設するなんてまだこの時点では何とも言えない状況でしたから、また追っ手が来てですね、もしかしたら捕らえられて首をはねられてしまうかもしれないと、そんな状況の中ですから、決してお祝いっていう言葉が適切かどうか分かりませんけど、とりあえず一難去ってまた一難というところなんですけども、これからですね、未来を見据えて、これからのことを考えようと、そういう意味の祝いだと思うんですけど、ここで何か終了したわけではないし、何か成就したわけでも何でもないんですけども、そういうことでですね、これはみんながですね落ち込んでますから、当然どうしたら、七期とは言ってもですね、最後の友ですよ、頼朝公からしたら、自分以外の人たちっていうのはですね、本当に最後まで尽くしてくれた人だということで、ここから阿波の国に渡るわけですけども、最後の最後にですね、ここで死ぬわけじゃないんですけども、再起を図ってと、歌うですから、一般的にはその励ますとか、今で現代用語で言うと何でしょうね、ここがスタートというわけではないですけど、敗れはしたんですけど、石橋山で、難を逃れて、これからですね、活躍を期待するというところで、今で言えばここからがキックオフみたいな感じですかね。これで船に乗るということはもう承知できているわけですから、で迎えが来るまでですね、ちょっと逃れていた場所があって、そこへ今行ってきたんですけどね、その場所の碑が今はこの記念碑とあるだけで、特に何かあるわけじゃないんですけど、坂としてはですね、普通の道路なんで、ここをぐーっとカーブで降りていくと浜の方へ出られると、そういう場所になります。はい、歌い坂の碑のある場所でした。